ボールデナックス。あのゲーセンで大人気だった。ボールデナックスの移植作品となります。魔人です。アダーにさらわれた王と妃を救い出すため、三人の戦士が立ち向かう、というストーリーとなっており、バランス型で魔法も使える戦士の、アックス、バトラー、ハイレベルな魔法とスピードが武器の、アマゾネスのティリス、フレア、そして魔法こそ初歩的なものしか、使えないものの、高いパワーを誇るドワーフの、ギリウス、サンダーヘッドの、いずれかを選択可能となっています。多彩な攻撃手段が特徴ですが、それに加えて様々な魔法が使える点が注目され、後に続編が複数作られました。そのファンタジックな世界観からか、欧米での評価も高く、海外オリジナルの続編が作られたほどでした。なぜか本編はハイスペックを誇る CD を利用していながら、ファミコン並みのグラフィックと、本作の売りである、2P 同時プレイの削除といった、かなり寂しい作品となっています。ボールデナックスが家でやれる、と期待していたら超がっかりする作品です。レギオン。非常にストレスのたまるゲームです。本作のようなシューティングゲームは、程度の差こそあれど、覚え芸的な要素があり、敵の出現位置や安全地帯、弱点や狙う部位等を、覚えていく必要があります。地形にぶつかってしまったり等の、一撃死が一般的でもあり、難易度が高くなりがちですが、その中でも特に難しいことで語り継がれているのが本作レギオンです。当時のメディアでも鬼のような難易度と酷評された本作ですが、特にひどいのは敵及び敵の弾の速度でしょう。だいたいこの手のゲームの序盤の敵はのんびりと動いてくるものですが、最初から高速度です。それに対抗するかのように時期も最初から高火力ではあるのですが、プレイヤーの反射神経がついていかず、あっさりミスを繰り返すことになります。この難易度が語り草となり、逆に腕に自信のあるゲーマーが挑戦をするということで、現代でも知名度を保っているのが皮肉な点です。According to the message from the mother ship, it looks like a storm is brewing up on the desert planet, my destination. They say that the sands... スーパーダライアス2。迫力ある多画面筐体のアーケードゲーム。として発売された横スクロールの、シューティングゲームの移植版です。前作、スーパーダライアス、は、原作の魅力を再現した両移植として、評判は良かったのですが、本作の評価はあまり良いものではありません。原作もバランスが良いとは言えませんが、本作はそれ以上にバランスが悪くなってます。もともとの多画面を無理やり、一画面に押し込んだせいで、色々と無理が出てしまいました。視野が狭くなり時期が異様に大きくなって、敵弾の避けにくくなっています。ボス戦のバランスも悪化しています。BGM や演出も劣化がひどいです。ふざけたような軽い効果音や雑音レベルの効果音まであります。アーケード版はそれなりに人気作だったので、多機種に移植されましたが、
その中でも PC エンジン版は評価が低かったです。ブルー海底シーンは今でもあまり見られない海底を舞台としたシューティングゲームです。海上の音や光が一切届かない不思議な海底世界の神様と共に暮らし、海かける船を狩る主人公が海底で冒険を繰り広げます。基本は4ステージの横スクロールのシューティングですが、敵の攻撃が体当たりのみでそれをショットで壊して進みます。しかしその敵が常に画面の半分を埋めるほどの圧倒的な物量で攻めてきます。おまけに物理世界ではありえない軌道で突如やってくるのです。しかし海の中の潜水艦である時期の動きは危機感を感じさせないくらい遅いので、見てからはもう遅いです。ステージ途中では音楽が変化する場所があり、そこでは敵の猛烈種が待ち構えています。ここをいかにして生き残ることを考えないと、攻略がかなり難しい、ほぼサバイバルのような、戦いを強いられます。しかし、グラフィックは美しく、海底の雰囲気を味わえます。時期の動きもある意味、海底感を味わえるので、リアルなのかもしれません。己の反射神経と状況判断に自信があれば、挑めるかもしれません。トイレキッズ。これぞまさしくクソゲー。おむつが取れない3歳児が、トイレに吸い込まれ、プンティー大王を倒す。というまるで小学生が休み時間に作ったかのようなお下劣な内容のシューティングゲームです。とにかく排泄物をモデルにした敵攻撃手段と下品さをこれでもかと押し出した独特なゲームですが、困ったことに題材以外のシステム部分は非常によくできており、題材に目を閉じれば臭いもの蓋をすればシューティングゲームとして非常にバランスが良く、臭いものに蓋さえすればとても楽しめる作品となっています。さて本作がなぜこんな文字通りクソゲーとして作られてしまったかというと、トイレ洗剤メーカーとのタイアップを狙っていたとのこと。結局本作は当時の子供たちに牧場のネタを提供するに止まることとなりました。こんなゲーム他にはないと思います。ちょっと悪ノリが過ぎたかな。このゲームって今でも出せるのかな？R タイプ、コンプリート CD。アーケード版の移植作として、ヒューカードで R タイプ1と、R タイプ2が出ていました。容量の都合でステージを、分割する必要があったものの、両移植作品として人気を誇っていました。本作はその2作をカップリングし、スーパー CD、
ロムロムの性能を生かした専用のビジュアルシーンと生音源によるアレンジ BGM を追加収録しているお得用ソフトと言えます。ところがこのビジュアルと BGM が打足であったとの意見が多数の残念な作品です。作品の世界観にアンマッチな演出なため原作ファンからは不評となってしまいました。ビジュアルシーンはいらなかったのと、ヒューカード版に比べてスプライトのちらつきがひどかったのが致命的。ボールデラックスもそうだけど、無駄なビジュアルシーンで容量使ってゲーム部分を削るのやめてほしかった。それなら海外版の R タイプを日本でも発売してほしかった。海外版は1と2の両方入っているので、それでよかったんじゃない。大丈夫か、リーザ。大丈夫、かすり傷程度だから応急処置で持つわ。危険だと分かってるが、どうしても二人に R9 の量産タイムが生産ラインに入ったことを知らせたかった。ことの次第、我々も暗黒隊を見に向かう計画だ。それまで二人とも。局長！リョ、モニターを見て。レーダー反応はなかったわ。第五探知範囲に入ってワープでもしたかのように急に。忍者龍剣伝ファミコンから約3年経過した後に PC エンジンで発売されました。ファミコン版の方は壁張り付きや剣や忍術を使った攻撃などの忍者らしいアクションと爽快感で人気を博しました。3年も経てば、さぞ技術的にも進化したかと思えば、そんなこともなく、基本的にはファミコンの移植作品です。背景が多重スクロールするようになっていたり、ステージにアニメーションする地形が登場したりといった細かな違いはありますが、それらはあまり滑らかではなく、結構ガクガクと動きます。BGM も総入れ替えになっており、原作のファンからすると、なぜそんなことをした、という批判が聞こえてきそうです。ファミコン版にない要素を盛り込んでいるのは確かなのですが、PC エンジンオリジナルの要素としては弱く、わざわざこちらも買って、プレイする必要はない作品ですね。忍者龍剣伝って、リメイクで成功したことないよね。